兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。台湾陸軍の今、2021、第2話、装甲車両編。台湾陸軍では、未だにベトナム戦争時代の陸上兵器が主力となっていましたが、そんな陸軍も近年やっと、各種の装甲戦闘車両の新規調達を開始し、徐々に近代化を進めているため、現在の陸軍では、新旧の兵器が入り乱れた、カオス的な状況となっています。シリーズ第2回の今回は、そんな台湾陸軍の装甲車について、その現有兵器や新規調達兵器を解説します。CM32 運氷は、アイルランドの企業が設計した6輪の双輪装甲車をベースに、台湾が独自の改良を施した8輪の双輪装甲車です。これまでの台湾陸軍では、1960年代にアメリカで正式化された、古い装甲車を未だに使用しており、老朽化が深刻となっていましたが、本車両は、それらを代替していくものとなります。その防御力は、前面装甲は 12.7mm 鉄鋼弾を防ぎ、前面以外は 7.62mm 鉄鋼弾に耐える程度ですが、キャビン内は、NBC、核、生物、化学兵器の防護性も持っており、また、IED、即席爆弾、などを考慮し、車体底面は V 字型の耐爆構造となっています。CM32 運氷は、ファミリー化を前提にモジュラー構造を採用した車両で、車体後部区画のモジュールを変更することで、様々な派生型が開発され、現時点では次の3タイプが運用されています。兵員輸送車型の CM33 は、基本的な武装として、40mm のグレネードランチャーと、7.62mm 機関銃が同軸に配置されており、これらは RWS、リモートウェポンステーション、に搭載されます。兵員輸送能力は、操縦士と車長、従手以外に、後部に6から7名が搭乗可能となっています。指揮通信車型の CM32 は、搭載する通信機器が異なるくらいで、他は前述の CM33 と同様です。歩兵戦闘車型の CM34 は、30mm の機関砲、マーク44ブッシュマスター2を装備した砲塔を備え、火力を強化したタイプになります。ただし、仮想敵である中国の歩兵戦闘車は、30mm 砲に耐える装甲を備えているとされ、本型の火力では対抗できない、とも言われています。ちなみに、前述した3タイプ以外にも複数のプロトタイプが存在しており、ベースとなる CM32 から、エンジンの強化や車体重心の低下に加えて、主砲として105mm 戦車砲を装備した、双輪戦車型の試作車も存在し、各種試験を行っていると思われます。本動画の第1回で解説した通り、台湾陸軍においては、M41 ウォーカーブルドッグなど、骨董品クラスの戦車も未だに運用していますが、さすがに限界に達しつつあることから、双輪戦車型の本車両は、これらを代替するものとしても期待されているようです。あと、自走迫撃砲型、なんてのもあるらしく、近いうちに配備を開始するようです。ということで、台湾の装甲車は軒並み CM32 シリーズで置き換えられる勢いで、最終的には、最大1400両もの CM32 シリーズを調達する可能性があり、現時点ですでに500両程度が生産されていると思われます。この CM32 の開発プロジェクトは、2012年から本格的に量産が始まりましたが、その当初、シャーシの製造を受け負った企業が、コストカットのために不正に中国製部品を使用し、その結果、初期に生産された300両ほどの車体は、走行に使われた鋼板の強度不足、オイル漏れなど、様々な欠陥が、軍の性能評価試験で指摘されることとなりましたが、その後改善されたそうです。欠陥を隠して使えない兵器を運用し続けるどっかの国よりは断然マシですね。ちなみに日本でもデータ偽装がちらほらあって問題になりましたね。特に神戸製鋼所の、アルミ素材の強度改ざん問題は深刻。改ざんされたアルミ素材が、自衛隊の航空機やミサイル、魚雷などに使われており、防衛省側は、直ちに影響はない、とのことでしたが、その後どうなったんだろう。
信用ならぬ部品が使われているとあっては、点検の強化や頻度を増やさざるを得ないと思うので、現場は大変なことになってそう。M113 装甲兵員輸送車は、アメリカが開発したベトナム戦争時代の古い装甲車ですが、現在でも未だに各国で改修が続けられ、運用され続けています。ただし、いくらま改造を続けても、電子機器や防御力の問題、ハードウェアの老朽化が避けられず、さすがに各国では M113 の代替を急いでおり、台湾においても、前述した CM32 運票への更新がほぼ完了しているとみられます。ただし、M113 の代替となりうる最新の装甲車は、一般的には非常に高価であり、輸送できる兵員の数も、M113 が11名程度であるのに対して、近代の装甲車は6名から8名程度と少なくなります。また、M113 に比べて重量も増加するため、C-130 輸送機での空輸ができなくなるなど、デメリットも多いため、一部の国ではまだまだ現役で運用されると思われます。CM21 装甲兵員輸送車は、前述した M113 装甲兵員輸送車の派生型です。台湾は、ベトナム戦争中に米国装甲車の修理拠点となったこともあり、M113 のオーバーホール、溶接、部品製造、車両組み立て、及び各種試験の経験を蓄積しました。それらのノウハウをもとに台湾で開発されたのが、CM21 装甲兵員輸送車です。基本構造は M113 とほぼ一緒ですが、空間装甲もしくはスラットアーマーが追加されるなど、わずかではあるものの装甲防御力が向上しています。また、本車両には複数のバリエーションがあり、通常兵員輸送型の CM21、自走迫撃砲型の CM22、CM23、弾薬運搬型の CM24、対戦車ミサイル、等を追加装備した CM25、指揮官が乗車し前線で指揮を行う CM26、などなど、シリーズ合計で1000両以上が運用されており、ベースとなった M113 はほぼ退役したものの、本車両はもうしばらく使用されるものと思われます。コマンドーは、1960年代にアメリカで配備が開始された4輪の装甲車で、前述した装甲車たちと同様に、様々なタイプが存在し、世界各国で採用された装甲車です。コマンドーは、水陸両用、軽量化を念頭に置いて設計されたため、その走行は貧弱で、7.62mm 弾までの消火器に耐える程度となっており、米軍の V-150 コマンドーにおいては、戦争や前線部隊に配備されることはなく、基地警備などの後方部隊が使用していましたが、その後、ハンビーなどに更新されて退役しています。台湾においては、現時点でも数百両が運用されていると思われますが、さすがに前線の運用は難しく、基地警備やパトロール、輸送車列の護衛などに投入されるほか、憲兵隊での運用が多くなっているようです。また、世界では警察の特殊部隊などでも運用されています。暴動鎮圧のニュースとかで出てきそうな車両ですね。それではこれで、台湾陸軍の今、装甲車編は終了です。次回は、自走ロケット砲システム編をお送りしようと思います。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、お願いします。